こんにちは、ヴィンセントです。今回は、極悪を、新形態の TWICE を使って、攻略していきたいと思います。はい、ではまずはリーダーバーテンダー等価には回答ですね。まあ単純に10強で火力をね底上げしてます。で消せないドロップ回復の潜在つけてあげるといいかなと思いますね。はい、で TWICE ね、もともといるキャラクターなので、まあ、持ってる人ねもう結構多いのかなと思うんですけど、この新形態がね非常にこの10日とか、ダッキーと相性がよくって4ターンで打てるこのスキルがねかなり強いんですよね。やれることが多くって、76に変えてくれるだけじゃなくってねヒットポイントを倍にしてくれたりするので、極悪のボスね最後半分削るときに覚醒無効プラス220万とか飛んでくるんですけど、この TWICE のスキルだけでそこをね対応できるので非常に強いかなと思います。で盤面もね、全部変えてくれて、まあ、お邪魔ね10個作るのどうかなとは思ったんだけど、やってみるとね、やっぱり76盤面なんで意外と闇とか、木もね結構残るんで、まあ、非常にねその辺もまあ問題なく使い勝手がいいなと思いましたね。はい、で武器は、ミケで、10強でねさらに火力を高めてます。はい、で頂点聖セレスは覚醒無効を消せない、まあ、覚醒無効の枠ですね。で回復力ね、盛るに越したことないのでクリスマスポロネを採用してます。はい、でヘカテは、ダメージ吸収属性吸収対応できるだけではなくってこの強化ドロップね 100% っていうところで若干目覚めができるので、まあ、これが非常に強いかなと思いますね。であとはアシスト無効回復の潜在がいいかなと思います。で武器は、まあ、裏溜まってもね、いいようなダメージ吸収属性吸収持ってるスキルを使うといいかなと思いますね。ガンダムの、受動アーシタっていうキャラクターですね。はい、でダキ1体目には、カメオのお供ですね。まあ、火力も上げれてヒットポイントも上げれてと、非常に強い武器ですね。あ、そうだ。でどっかにね毒目覚め耐性はつけてあげた方がいいですね。でフレンドのダキにはアマージュです。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1回層です。今回ねスキブ30とかなり多めに持ってあるので、まあ、どっからでも使えるんですけど、ヘカテのスキルが、ヘカテのスキルというか裏のスキルですねがこうやってね火大量に作ってくるので、まあ、最後に10回打った方がいいかなと。で、その後、ダキですね使ってヘイストかけていきます。でミケのねスキルで遅延があるのでとりあえず左の、光だけじゃ、遅延が通らないので左のね光の敵だけとりあえずターゲット当てて、まあ、軽い火力でねとりあえず殴って倒していきます。で基本的にはね、まあ、こういう弱火だったりトゲとかね非常に鬱陶しいので、まあ、適当にずらしたりとかしながら、トゲね、ゼロになるまで待ってでダキ使って倒しに行くといいかなと。まあ、ストレスなくね立ち回ることができるんじゃないかなと思いますね。はい、で2階層は、ワンパンでね倒していきたいので右の敵ねターゲット当ててでとりあえず一段前に、ダキ使ってるので、まあ、ダキプラスここでね、このトゥワイスだったり、バーテンダー等か、まあ、どっちか使っていくと、まあ、大抵はねワンパンで抜けるんじゃないかなと思います。はい、でこんな感じでね結構、76に変えてくれると、普通にねいっぱい残ってるんで、まあ、今ね嫌なルーレットがあるんで、まあ、ちょっと取り出しづらかったりするんですけど、まあ、基本的にはね5700倍とか1万倍とかねあれぐらいの火力は、まあ、基本的に出せるなと思いましたね。はい、でまあ3階層はまあ地味にね殴っていくだけですね。まあ、とりあえずねもうこのバーテンダー10日とダキの編成も、まあ、相当いっぱい上げてはいるんだけど、まあ、今回ね、グレーシスを抜いてそこにトゥワイスを入れるみたいな形ですね。まあ、グレーシスは2ターンに1回打てるので、まあ、安心っていうところはあるんだけど、まあ、これだとねトゥワイス入れて、まあ、10日と、ダキとトゥワイスと全部4ターンで1回打てるっていうスキルなので、まあ、基本的には順番に打つみたいな感じですかね。でダキが、連続で打つと軽減ループにならないので、まあ、ダキ打ってバーテンダー10日かトゥワイスでその次バー、2体目のダキ使ってみたいなそういう打ち方が、まあ、理想かなと思いますね。まあ、ただ、まあ、状況によってはねイレギュラーは起こってしまうと思うんだけど基本的にはそういうのを、ね、イメージしてやってもらうといいかなと思いますね。
はい、で、まあ、とりあえず半分までね、レシパー削ったらパズル教室あるので、はい、まあ、しっかり9コンボ以上出して、で、5階層にね、入っていきます。あとは、まあ、この編成のいいところ、まあ、グレーシスなんかより、それこそ強いところで言うと、グレーシスはね、盤面全部変えてくれるわけではないので、まあ、爆弾だったりとかね、まあ、そういうのを大量にやられた時に毒とか、全てを変えてくれるわけじゃないっていうところがね、一つ、まあ、弱いとこっていうほどではないんだけど、あるんだけど、この一応編成で言うと、全ての、4人のね、キャラクターが全ての盤面を変えてくれるので、はい、なんでお邪魔耐性とか毒耐性とかはもうその辺はね一切無視でできる編成となってますね。はい、まあここね、火の敵が出るとちょっと相性悪いので、まあ大体2パンか、3パンとかで倒すことになるかなと思いますね。はい、で6階層ね、ここはあの本来セレス使いたいところなんだけど、消せない回復のね潜在持ってきてるんで、はい、まあ、スキル使わずに対応することができますね。ここでねスキル使ってしまうと、もうちょっとあと8階層で、覚醒無効のスキル使うので、まあ、ちょっと微妙なんですよね。またセレス貯めないといけないので、できれば6階層はね、セレス使わずに突破できると、まあ楽かなというか早いかなと思いますね。はい、まあ、あとはどうだろうな、15回じゃなくて結局ね追いガチャ5回して20回ガチャをちょっと回したんですけど、なかなかね引きが今回悪くって、割とね最近結構引き良かったんですけど、ずっとねちょっと今回は外れが多くって、その20回で引いたキャラクターを使ってね、いい動画をどう撮ろうかなと、昨日の夜なんかねめちゃめちゃ考えてたんだけど、何を編成してもね、あんまり強くないなっていう感じがして、そうなんですよね。動画とかね、ちらっと見たんですけど、かなりサイレアラ編のキャラクターがね、すごく使いやすいというか強いみたいですね。ただ、3体とかいないと使えないみたいなね、まあ普通の人ほぼ、まあ、組めないじゃんっていう感じですよね。あとは、黒デクだっけ。まあその辺とかも、本当は多分こういう灯火とかね、ダキと相性も非常にいいんだろうけど、まあ、ちょっと使えないというか引けなかったので、どうしようかなと。あとは15体でね、交換ができるんだけど、15体もいないよっていうところでね、まあ、その辺もなかなか悩ましいところですね。テンスラーにね、石をやっぱり温存しておきたすぎるんですよね。あ、で、ごめんなさい。7階層ね、突破するときは、フレンド側のね、ダキの裏、アマージュをしっかり、使ってからこの階層に来ると。今のね、覚醒無効剥がされた時に、ダメージ量がね、結構高いので、軽減を張ってれば別に、使わなくてもいいんだけど、軽減を使ってない状態でこの階層に来るときは、しっかりね、まあ、アマージュなんかで、そういう無効化、一旦無効化みたいなのを張って、入ってくるといいですね。はい。で、あとは、この辺で言うと、ちょっとね、注意点としては、9階層の、ここのね、まあ、どっちの敵が出ても、一緒なんですけど、次の階層で先制がね10万2000数百ぐらいだったかな、10万2700かな、それぐらい飛んできてしまうので、しっかりと打機のね軽減を張った状態で次の階層に行かないといけないんですけど、無効貫通のスキルも必要なので、なのでねこの辺ちょっとね立ち回り理想は、まあ、もう片方の打機とかあとはトゥワイスをなるべくちょっと温存した状態にして、灯火と打機を使って突破していくと。で、次の階層とかで欠損してるとちょっと厄介なんで、その次のターンに打機とか、トゥワイス使える状態で、灯火と、打機を一緒に使って10階層に入っていくっていうのをちょっと意識してあげた方がいいかなと思いますね。はい。まあ、欠損なんでしてないタイミングで1回スキルとか使わずに、消してあげるとそれでまたループがね復活してくるので、まあ、そこだけちょっと意識してあげるといいかなと思います。まあ、あとはボス戦の立ち回り方、トゥワイスの打つタイミングを考えるぐらいですかね。はい、ちょっと今これヘカテね裏溜まってしまってたんですけど、まあ、こういう時にねやっぱり裏も属性吸収ダメージ吸収系だと大丈夫なんで、これがね全くやっぱり違うやつだとまた溜め直さないといけないんでね。はい、で、3ターン継続のスキルだったので、2回目の攻撃で倒していきます。2回目の攻撃というかスキルがねまだ生きてるうちに倒していきます。で、この11階層のエキドナがね
最初の攻撃なのかな、それか2回目か分かんないんですけど、とりあえず早い段階である程度の攻撃与えないと、ルーレットがね2箇所やってくるんですよね。なのでワンパンというか最初の攻撃である程度削っていかないと結構ね、ぐだるというか、難しいかなと思いますね。まあ、どうしてもね、ダキのスキルとか使っても本当に盤面回復だらけの盤面とかにされてしまうと、まあ、どうやってもあの火力は出せないんでね、まあ、多少運はついてきてしまうんですけど、はい、まあ、大抵は大丈夫かなと思いますね。はい、こんな感じで TWICE 使うとね、これなんかも一応5000倍、まあ、ちょっとパズルがね遅くてあれだったんですけど、もう一個別に組めたんで1万倍までね、出せる盤面にはなってると。12秒なんでね、まあ、ちょっと難しいというか、最大で組むのはちょっとね大変なんですけどね。はい、でこの階層は、まあ、特にね、何もないかなと思いますね。覚醒無効飛ばしてくる敵もいるので、まあ、その場合はしっかりセレスを使うと。なんでセレスの裏ね、まあ、覚醒無効とかのスキルなんかにすると、まあ、無駄がないし、そうじゃない場合は、まあ、このクリスマスポロネとかそうなんですけど、ちょっと重めのスキルにしてあげると、まあ、裏たまりにくいんでね、まあ、そういうどっちかがいいかなと思いますね。はい、まあ、簡単にワンパンで抜けると決まるし、まあ、この敵は激減張ってくるんで、まあ、大抵ツーパンになるかなと思いますね。はい、で今回は、まあ、レーベンじゃない方でした。まあ、どっちがいいか、まあ、レーベンの方がいいですね。ヘカテも結構簡単に打てるので、このキャラクターだとどうしてもね、暗闇超暗闇目覚めがね、非常に厄介なので、まあ、ただねクリスマスポロネが十字持ってましたね。ちょっと全然この時気づかなくて、普通に解除すればよかったですね。はい、まあ、もったいなかったです。でとりあえずね、まあ、そんな硬くはないんで、今みたいに1400倍とかの火力でも、まあ、10日使えば、まあ、半分までね削れますね。で、まあ、事故りたくないので、5、4番目になったタイミングで TWICE でね、早めに盤面を変えていくと、まあ、楽かなと思います。はい、で、軽い火力でまず殴って、で、まあ、10日ね溜まってきたので10日使って倒していきます。で一応ね、あのダキをしばらく使ってなかったんで2体打てる状態ですね。まあ、1体でもいいんだけど、ちょっと盤面悪いと怖いんで、まあ、2体使えばねより確実なんで、ダキをね2体使って、まずは、はい、超根性のラインまでね削っていきます。闇のキャラクターとかもね結構引いたんですよ。あとオールマイトとかも面白い性能なんで、まあ、何かしらでオールマイトはね使っていこうとは思ってるんだけど、なかなかね難しいなと思ってます。そのやっぱりね枠がね、あの無効貫通だったり属性吸収覚醒無効とか絶対に必要な、枠ってあるじゃないですか。そこに関係ないキャラクターが結構多くって、オールマイトとかもね、あのエンハンスループとかなんですよね。で闇のキャラクターもなんだっけな、2ターンで、光と闇消すやつとか強そうと思ったんだけど、回復ないからどうしようみたいなね、なかなかねちょっと難しいんですよね。ただいつまでもね、あの10日だけに頼ってもういられないというかね、違うのも上げていかないととは思ってるんで、はい、まあ、何かしらやっていくかもしれないです。はい、で、まあ、さっきのところはねもうあとは4ターンかなんかかけて倒すだけなんで特にあれなんですけど、まあ、こっからですね立ち回りとしてはね。でとりあえず消せないは、闇とかね、木の4個消しで解除できるので、間違ってもここでセレスは使わないようにした方がいいですね。でもう正直ね、最初の2ターンで半分削りたかったんですよ。
まあ、火のね、あの最初属性なんで相性が結構悪いんで、なかなかの火力出さないと2パンで半分いけないんですけど、はい、うん、ひどいですね、パズルね、ひどいですね、パズル下手すぎってまたコメントが来てしまいますね、これは。はい、って感じで、なかなかね、そうだ、スキルが今 TWICE の番だったんですよね。で TWICE はね、ちょっとここで使えないので、5回目の攻撃はね、修復ってなってしまうので、はい、まあ、ちょっとしょうがないですね。なんでまた耐久していきます。トゥワイス使うタイミングはもうその覚醒無効220万の攻撃が飛んでくる前に使わないとダメなので、ちょっと今のだと半分まで削っても先に修復が来てしまうんでね、まあ、それだとダメなんで、まあ、ちょっとタイミングが噛み合わなかったという感じですね。で、まあ、今ね、ダッキーの攻撃も効いてるんで、まあ、これは半分までいけるなというところでトゥワイス使いました。でちょっとミスったのがバーテンダー等かね、あの押しちゃったんですけど、押すというか、あの使う必要なかったんで、全くね、完全に押した瞬間にやべってなりましたね。まあ、何がやばいって言えば、その欠損継ぎとかねしてるとちょっと困るので、はい、まあ、とりあえず先に、まず見ていくと、これで半分削ったので、はい、これで覚醒無効のねダメージが飛んできます。でもっと言うと、一旦前にダキのね軽減も使ってたんで、より余裕で耐えれましたね。めっちゃ噛みましたね。はい、でこの後もすごく重要で、そのセレスでね、あの覚醒無効解除すると同時に回復力も上げれると。この回復激減がねかなりきついんで、なんでしっかり覚醒無効解除するだけじゃなくって、セレスでね覚醒、回復力上げるっていうのも重要になるかなと思います。あ、でこれね落ち込んでさらにね4つ乗ったことによって、ここから、ダキ1体しか使ってない状態だけど、倒すことができましたね。はい、まあ、トゥワイスね非常に使いやすいと思うので、グレーシスとかね引けなかった人も全然組める編成だと思うので、よかったらね、ぜひ遊んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。